はい、ということで、連続写像と CRQ 写像というところの話ですけれども、要するに連続性と微分可能性の話をしています。で、大半はですね、高校数学であったり、1回生の解析学でやったことの復習ですから、細かくはやりませんけれども、この微積分学を多様体、要するに曲がった曲面のように展開するにあたって、一番重要な基礎となるところです。で、ですね、いろんなことが、書いてはあるんですが、その組み立てについて、整理しておきたいと思います。で、最終的には、大変数の空間ですね、 M 次元の数空間から N 次元数空間への写像の一般の写像の微分とか積分を展開したいと。で、さらに、2章以降ではそれを曲がった曲面展開していきたいってことなんですけども、そういったことをてんあの、えー、展開するための基礎はですね、基本的には全て1変数の実関数の連続性の定義に帰着します。だから引数が実数1個で、値も実数1個の関数 fx の連続性っていうのをどう定義するかってことが、全ての基礎であって、あとはその組み合わせです。なので、まずこの話をやって、あとは、これを組み合わせればできますよってことで、たくさん出てる定理とか定義の、まとめの整理だけしたいと思います。で、これを定義するために前回やった回集合の定義っていうのが必要だったんですね。この章の中ではですね、イプシロンデルタ論法と言われるものを使った、抽象的な定義をしますけれども、連続性ですから、言葉のダイレクトのイメージとしてはつながってるとか切れてるとかってことですよね。で、そういう直感的なイメージともちろんつながっています。ちゃんとそれが整合するように、かつ、形式的に厳密な、ロジックというのが、整合するように理解していただきたいということです。で、ですから、普通に考えてですね、もう今1変数1、1入力1出力の連続実数値関数を考えてもらえばいいので、こういうグラフで書けるような話ですよね。で、このグラフがつながってれば連続、つながってなかったら連続じゃないっていうことなんですけれども、で、1変数なんてイメージも湧きやすいですよね。ちゃんとこのイメージを含んだ上で厳密な、形式的定義になってるかってことを見ていってほしいと思います。で、この後もたびたび強調しますけど、まずこの連続性っていうのは、単にこの関数連続とかっていうんじゃ本当は、正しくないんですよね。連続性っていうのは場所によって定義されているものです。つまりこの関数、例えば切れてますけど、この関数は点 A において連続でないというわけです。いいですね。で、考えてる領域、定義域で至るところで、連続であれば連続関数と言っちゃうんですけど、まずプライマリーな定義としては、関数の連続性っていうのはどこそこでっていう、この場所の、限定詞がついて定義されるものだってことに注意してください。はい、じゃあまずですね、連続性のこの前回やった位相を用いた、厳密な定義の話をしたいと思います。で、さっきのようにですね、関数は、1変数で、実数値の関数を考えましょう。で、定義域はラジ U として、ラジ U は実空間の、回集合としておきますが、別に限定しなければ R そのものでも構いません。で、今言ったように、この関数の連続性を定義するときには、どこそこにおいてっていうのをちゃんとつけるようにしてください。最初はね。なので、この関数 F がこの定義域上のある点 A において連続であるというのは、どういうことかというと、ってことで定義4.2で定義されてます。でしょうか。こういったですね、きちんとした定義を、1回生の数学解析学の時で習ったクラスもあれば、そうじゃないクラスもあるかもしれませんが、これがきちんとした連続性の定義だということを、今、馴染みのない人はまずここでマスターしてください。まずですね、まず形式的に書きますと、任意の正の実数イプシロンに対して、ある、正の実数デルタが存在して、この N デルタっていうのは前回やった近傍の定義ですよね。点 A のデルタ近傍、つまり点 A から、距離がデルタ未満であるような点の集合ですけれども、N デルタカッコ A の F で写した像、これ集合値になります。というのが、FA のエプシロン近傍に含まれるということですね。もう一回言いますね。任意の正の実数エプシロンに対して、ある正の実数デルタが存在して、A のデルタ近傍の F による像が FA のエプシロン近傍に含まれると。これが成り立つ時に、関数 F は点 A において連続であると言います。はい。で、皆さんに、マスターしてほしいことは、この定義のお気持ちがちゃんと読み解けるようになることです。お気持ちを理解するのがとても大事です。この定義から、
ダイレクトに読めるようになってください。そのための手ほどきを、この講義ではしていきます。で、こういったロジックですね、苦手な人は特にここを注意してほしいんですけれども、こういったですね限定詞ですね、いわゆるイプシロンデルタと言われる、任意のイプシロンとかあるデルタとかっていうところにはですね、必ずお気持ちを込めてください。気持ちを込めて読まないと絶対理解できません。でこの場合にはですね、これその使われ方によってもちろん違うので、そこをいろいろこう考えながら理解してほしいということなんですけれども、この場合にイプシロンに関してはどんなに小さなという気持ちを込めて読んでください。どんなに小さな正の数イプシロンが与えられたとしてもと言います。だからこのイプシロンは、限りなくこう小さな値が来るというまず気持ちを持ってください。でそれに対して十分小さなデルタを取る、できるだけそのイプシロンに応じて十分小さなデルタを取るというふうに考えてもらうということです。ですね、これは本によって多少書き方違いますけど、例えばこのデルタというのはこんなふうに書くこともあります。デルタかっこイプシロンっていうふうです。でそれはこのデルタの取り方ってね、イプシロンによるんだということです。イプシロンがちっちゃいやつが来たらデルタはそれに応じてちっちゃいのを取るし、もっと小さいイプシロンが来たらさらにそれに応じて小さいデルタを取るので、デルタはイプシロンによって、違うものを取るという気持ちを込めてこう書くこともあります。はい。で、この定義でですね、本当に連続性っていうのが、捉えられたことになってるかということなんですけども、はい、こういったものを読み解くときの失礼こういったものを読み解くときのコツはですね、ちゃんと自分が思う直感的な連続な時っていうのと連続でない時っていうのがこの定義で振り分けできているかということですね。連続の時はこれを満たしているし、連続じゃない時にはこれを満たしてないということが確認できるかということです。もちろんこれだけで十分ではないんですけれども、少なくとも確かに連続な時にはこれを満たしているし、そうじゃない時にはなってないなってことが、分かるようにしてください。はい。でですね、記号の確認も含めて、左辺の方のこの右辺からいきますか。右辺点 A の A における F の値、関数値ですね、そのイプシロン近傍ですけれども、点 A ここです。点 A ここ、ある点において連続、点 A において連続かどうかってことを今論じてるわけですね。でこの点 A において、関数の値を取ると FA ですと。でこの FA のイプシロン近傍を取ります。だからこの FA を中心としてプラスマイナスイプシロンの範囲内ということですね。これが、N イプシロンカッコ FA です。ちょっとクロマキー の, 限界があるのでここ棒が出なくてすみませんけれど。で、ですね、こちらのところが点 FA の、この値の空間ですね、縦軸の空間におけるイプシロン近傍ということです。でしょうか。だから厳密なことを言うとですね、これここにおける近傍の捉え方とここにおける近傍の値を捉え方は空間が違うんですね。こっちは値の空間、縦軸の方です。こっちは横軸の方です。はい。で、まずこの、右辺の意味は FA のプラスマイナスイプシロンの範囲で、下の方左辺の方っていうのは点 A の、デルタ近傍ですから、点 A のプラスマイナスデルタの範囲です。これが N デルタカッコ A ですね。でそれを F によって写した像ですので、ここからここまでの範囲の F による像です。なのでこの図で言うとここからここまでですね、ここからここまでです。はい。でこれ見てもらいますと、今ここに書いた図の取り方だと、この F カッコ N デルタ A というのは N イプシロンカッコ FA の中に入っています。でポイントは、まずイプシロンというのはとにかくこうどん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 レベルを下げてこようとするんですね。だからここのところの幅のイプシロンっていうのが勝手に下げられてきます。これがで、それに対してデルタを十分小さく取るんです。これでこっちをずっと近づけていく。イプシロンが小さかったらそれに負けじとこっちも小さくする。でそれによってこの F カッコ N デルタ A がこの縦の N イプシロンカッコ FA に含まれるように、負けないようにずっと頑張り続けてくださいっていうことですね。で連続であればそれができるんだよということです。まずこれで、連続な時のイメージがちゃんと捉えられているの分かったでしょうか。はい。ですのでこれイメージとしては前回見ましたけども、
リンボーダンスですね。リンボーダンスのイメージ持ってもらうと分かるんですが、ハードルがどん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 下げられるんです。で、どんなにこれイプシロンね。で、イプシロンがどん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 下がっても、それに応じてそれより低いところを、頑張ってデルタを小さくすれば取れるよということですね。はい。で、連続じゃないときどうかっていうと、まあ連続じゃないときの点形例、こうやって値がピュンと飛んでるところですよね。点 A において、不連続で、ここからここに値が飛んでるような場合です。で、このときどうなるかっていうと、点 A における F の値がここですから、FA がここで、 FA のプラスマイナスイプシロンの範囲で、FA のイプシロン近傍がこれです。で、ここがギューッとこう縮められてくるイメージです。で、かたや点 A のデルタ近傍の F による増なんですけれども、これですね、点 A において、ちょうどこの下のところから上のところにこう飛ぶわけなんですが、そうすると N デルタ A の F による増っていうのはですね、必ずこの飛んでる幅含んじゃうんですよね。どんなにデルタちっちゃく取ったとしても、この点 A よりもほんのちょびっと左側における点っていうのはこの白丸のところの近くなわけです。ちょっと右側の値っていうのはこの黒丸のところの近くなわけです。だからどんなにデルタを小さく取ったとしても、どうしてもここの分の幅含んじゃう。だから例えばもうイプシロンがある程度ちっちゃく取られて、この飛んでるところの幅を超えてしよりも上に来ちゃったとすると、もうデルタをどんなに小さく取っても、ここの中に入れるってことができない。必ずはみ出ちゃうということになるわけです。いいですかね。まあ、これによって、連続な時と連続ではない時、まあ、直感的な例というのがきちんと、この条件で、峻別されているっていうのが分かってもらえたかなと思います。で、今、1回目なので、これだけ詳しく言いましたけれども、これからですね、こういったロジックが出てきた時に、自分でこの緑のこのセリフに当たるところで、ね、気持ちを補って読んで、自ら読み解けるようになってください。はい。で、このようにですね、まあ、回収号のこと、まあ、この定義っていうのはこの回収号があって初めてできたわけです。この、イプシロン近傍っていうこの概念があって初めてできたことなんですけれども、連続性の定義というのをこの回収号の言葉によって特徴づけました。でしょうか。で、今のこの定義ですね、もう少し別の言い方に置き換えますとこんな風にも言えます。これ左辺は点 A のデルタ近傍の F による増ですね。で、右辺は、FA 関数値のイプシロン近傍です。で、これ両辺に、F インバースかけてあげて考えたとするとこんな形になります。まあ、これ左辺と右辺入れ替えましたけれども、点 A のデルタ近傍が、FA のイプシロン近傍の F による逆増に含まれるということになります。で、ここのところはですね、要するにまあイプシロン近傍、関数の値の空間のところでイプシロン近傍を考えて、このイプシロンをずっと小さくするとですね。どんなに小さなイプシロンが与えられても、それに応じたこのイプシロン近傍を考えるということです。で、こういうふうに書き換えると、こんなふうにですね、ちょっと言葉で標語のように読むことができるんですよね。任意の回収号の逆増。任意の回収号って言ってるのがこの FA のイプシロン近傍の部分です。勝手に小さな、回収号を取る。どんなに小さな回収号に対しても、その逆増が少なくとも一つの空でない回収号を含むという言い方ができます。ね、少なくとも一つの空でないってのはこれデルタを正で取ってますから、空集合ではないということです。何かあるデルタがあって、十分小さく取ったデルタに対応するこの回収号があって、それを含んでいるということなんですね。で、こんな風に理解すると美しいですし、この記号よりも、定性的に言葉として頭に定着させることができます。連続というのは、関数が連続というのは、増空間における任意の回収号の逆増が少なくとも一つの空でない回収号を含むということです。はい。で、まあ、こういうふうに理解しておくと、単に美しいというだけじゃなくて、まあ、将来ですね、この考え方を、もっと一般の空間で展開していくときにも、非常にスッキリと進めることができます。例えばですね、まあ、今の話っていうのは1変数でやりましたけれども、これも多変数にしても基本的に一緒です。単にこう近傍の定義を次元に合わせて取り替えればいいわけですね。まあ、1次元だったら単にこうプラスマイナスイプシロンの区間ってことになりますけども、
多次元だったら半径エプシロンの階級で考えればいいわけですから、この F というのが、U から V で U、V がそれぞれ M 次元数空間の、回部分集合、それから、N 次元数空間の回部分集合であったときにも、自然に一般化できます。はい、でもう一つ本の方にはですね、最初にこの定義 4.1 として、点列の種族を使った定義が来てます、書いてあります。でこれは教科書では最初からこう M 次元 N 次元で書いてますけれども、あるこの、M 次元の数空間における点 A で連続であるというのは、この点 A に収束するような U 内の任意の点列、つまりこの M 次元の数空間の部分集合 U において着目している点 A にあらゆる方向から近づく収束点列を考える。収束の定義は前回やりましたね。で、そういった点列を考えたときに、それを X1、X2、点点点というふうにします。で、したときにその点列っていうのが、FA、A の F における値に収束すること。これも収束の定義は前回やったものを使います。というふうに、定義されています。で、これももう一つの連続性の定義で、当然、定義 4.2 と等価です。等価です。で、この考えっていうのは、この点 A にあらゆる方向から近づくと書いてますね。M 次元だからあらゆる方向から近づくって言ってますけど、もし1変数だったら右から近づくか左から近づくか2択なわけなので、左右極限の一致がそこの関数値に一致するっていうのも高校生でやった素朴な連続性の定義とちゃんと整合しているということです。でしょうか。で、これも確認してください。定義 4.1 と定義 4.2 同じ連続性の定義ですから、当然等価です。この2つが等価であるということは、皆さんで確認をしてみてください。はい、それでですね、今、関数そして写像の連続性定義しましたけども、これを定義すると今度は空間の形同士を比べることができるんですよね。写像の連続性を定義すると今度は連続写像でつながれている2つの図形というものを結びつけることができます。で、まあ写像に関する基本概念ちょっと確認しておきますね。皆さん単写と全写の定義分かっているでしょうか。単写っていうのは、まあ、F がですね U から V への写像だったとしたときに、単写っていうのは、任意の2要素に対して、この2つが異なる値であれば、行った先も異なっているということですね。それから全写っていうのは、値の方にある一つの要素を持ってきたときに、必ずそこに移すような、定義域の要素があるよということです。任意の、V に含まれる任意の Y に対して、ある U の要素 X が存在して FX=Y とできるということですね。で、まあ、これができると逆写像っていうのが、定義すること、考えることができて、任意の V に対して、それ V に、任意の V に対してその点に移されるような U 上の要素の集合っていうのを定めることができます。で、全写なだけだと単写とは限らないので、この逆像 F インバース V っていうのは一般には集合値です。集合値ですね。で、もしこれが単写であると、これがシングルバリューで1個の値だけを持つということで、 F と F インバースがともに、1対1の写像として定義されるということになります。これを全単写というわけですね。ここまでいいですね。はい。で、定義 4.3 は、2つの、U と V という、それぞれ M 次元数空間、N 次元数空間の、部分集合があったときに、そこに、写像、ある写像 F があって、その F が全単写であると。で、全単写だと F インバースももう一つ別の写像になりますから、F と F インバースがともに、全単写かつ、各点において連続であるときに、その F は同層写像であるというふうに言います。ホメオモルフィズム、まあ、ギリシャ語でそのままモルフって形って意味ですよね。同じ形ですよっていう意味で同層写像と言います。で、U と V というそれぞれの部分空間は同層である、ホメオモルフィックトゥイーチアザーと言いますが、同層であるというふうに言います。で、さっき、この U は M 次元、V は N 次元って言いましたけども、実はこの同層であるというのは非常に強い性質で、その時点でいくつか、縛りがつくんですね。例えばまず一つ、最初のクイズの話にも結びつきますけれども、例えば典型的なのはこの直線みたいなもの、有限区間でも無限区間でもどっちでもいいんですが、
直線と円というのは同層ではないということですね。この直線と円というのを結びつける、このこちらからこちら、こちらからこちらに行くような、連続な全端写の写像というのはどうやっても作れません。もし有限の直線だったらこれ曲げて円にするわけですけども、この時点でこうくっつけるわけですよね。くっつけるというのがこれが位相を保存しない操作なんですね。逆に円から直線に行くときにはどっかで切れ目を入れなきゃいけないわけで、そうするとその時点で連続ではなくなるということです。まあ、こんなふうにですね、質的に異なる2つの形っていうのを、峻別するために連続写像というのを使っているということなんですね。でもう一つはですね、次元が使ったら同層ではないということなんです。これぜひ、ですね、いくつかこの後演習問題も用意してますので、ぜひ自分で証明してみてほしいんですけれども、同層であるということは本質的に次元が同じであることを要求します。 R1 と R2 は同層ではありません。例えば、まあ、鳩の巣原理みたいなものを考えて、証明することもできますけれども、なので、さっきこのですね、U と V それぞれ M 次元数空間の部分集合だと言いましたが、実はこれとこれ次元が違ってたらそもそも同層にはなり得ないんですね。だから、初めから M 次元で考えてても同じです。よろしいでしょうか。まあ、この後もですね、同層という概念何回か出てきますので、その都度、振り返りたいというふうに思います。はい。それからですね、これでもう連続性の基本的な定義が終わりました。で、この後、まあ、微分、の話が出てきますけども、ちょっとこの話は微分を定義して、微分可能性を定義してから戻ってきますね。はい。で、その微分可能性ですけれども、もう連続性定義しましたんで、あとはですね、微分とは何かってことを定義して、微分して作った同関数の連続性の話に帰着すればいいわけ。あ、字が間違ってた。ごめんなさい。はい。で、多変数の場合もまずは1変数の話を定義しておいて、あとはそこに帰着するっていうのはさっきの連続性の時と同じです。で、ですね、以下、定義 4.4 以下にですね、微分可能性の話出てきますけれども、すべて最初から多変数で話をしてますが、分かりやすさのために1変数に限定したことをここで書いておきます。なのでちょっと解と書いてますけれども、F は1変数の、一次数値の関数だと思ってください。で、U は、R の、解部分集合ですね。R 自身でも構いません。で、任意の点 U において、A において、この関数 F が微分可能であるというのはどういう条件が成り立つかっていうと、もう高校生以来のこの極限で取った定義ですね。FA プラス T マイナス FA を、T で割って、まあ、その極限が存在するときということです。で、これ、極限値の存在なんで、結局はさっきの収束の定義に基づいていることになります。で、これが存在する場合にはこの関数 F は点 A によって微分可能といって、この極限値のことを点 A における F の微分係数といって DFDT カッコ A で表すということです。で、この微分係数が考えている定義域の各点において定められるというのであれば、その時ですね、各点、その各点に、微分係数の値を対応させる、割り当てることによって同関数を定義することができるということです。まあ良いですね。はい、これが微分定義で、あとはこうやって作った同関数が連続かどうかっていうので連続微分可能性の定義をすればいいというだけです。はい、ということで、定義 4.6 ですけれども、微分可能性とそれから関数のクラスの話ですけれども、まあ微分繰り返すことができますので、まず F という関数があったときに、その先に、DFDX とか2回微分、3回微分とかっていうのが、考えることができるわけですよね。で、例えばですね、ある、自然数 R に対して F から始めて R 回までの同関数っていうのが存在して、それらが全て連続関数になってるとしますよと。で、その時に F は、CRQ 関数と言います。あるいは R 回連続微分可能な関数というふうに言います。で、まあ、R 自然数って言いましたけど、まあ、統一性考えると、演算子をオーバーロードしてですね、R=0 を含めて、
R イコール0の時連続関数、 F 自身が連続の時に C0 級っていうふうに言っちゃうことにして、まあ、それを含めて C0 級関数とも言います。それから、C 無限大級、つまり何回微分しても連続関数しか出てこないよっていう場合には、特にスムース、滑らかな関数ということもあります。それから、まあ、ですね、この講義ではあんまり細かいところ入りたくないのでやりませんけれども、教科書にはちょっと書いてあります解析的な関数というものですね。まあ、テイラー展開が収束するという意味ですけれども、それは、C 無限大級よりもさらに強い条件で、C オメガ級というふうに書くことがあります。だから強さの関係でいうと 0級1級2級…で無限大級で、さらにその先にオメガ級解析関数があるという、まあ、そういう、強さランキングになっています。はい、以上です。まあ、微分可能性の話はですね、基本的に皆さんがすでに持っている知識とそれほど齟齬がないと思いますので、このぐらいにしておきます。で、定義としては今の 4.4 からずらずらっとありますけれども、全部ですね、基本的には1変数の話の微分可能性の定義とその組み合わせになっています。一応ちょっとまとめておきますね。教科書に書いてある定義自体全部最初から多変数で書いてますので、例えば今の定義 4.4 というのも DFDX じゃなくて最初から変微分で書いてます。多変数で特定な変数の方向への微分可能性、変微分可能性として定義しています。で、定義 4.5 は変動関数ですね、定義域の各点で、変微分係数が求まればそれは変動関数を定義しますと。で、それから、命題 4.1 っていうのは、いわゆる合成したものの微分ですね、微分、まあこれはこの先ですね、節ベクトルが出てきた時にまたやろうと思いますが、微分というのは基本的に線形な演算です。つまり、和の微分はそれぞれの微分の和になっているとか、スカラー倍したものの微分は微分したもののスカラー倍になっているとか、というふうに線形結合を保存します。それから2つの関数の積の微分っていうのは、まあ、これも高校でやった、ライプニッツルールというものなんですけども、微分の法則ですね。それから、まあ、このあたりが、公開微分に関する CR 級の定義。で、それから、命題 4.2 というのは、この CR 級という性質は、線形結合と積の下で不変ということです。つまり、F と G というのがそれぞれ CR 級であれば、F と G の、定型数による、線形結合も CR 級ですし、それから F と G が CR 級であれば、F と G の積も CR 級です。まあ、これによって、まあ、リング、間というものを定義するんですけれども、まあ、そういった性質が書いてあります。それから、あと変微分の順序の可換性ですね。多変数の関数の時に xi で変微分するのと xj で変微分するっていうのは、どっちを先にしても一緒だということ。それから、こういうふうにですね、合成写像、まあ、u、v、w と3つ空間があって、f は u から v、g は v から w ってなった時に、こうやって合成した関数を考えて G〇F みたいなものを考えても CR 級って性質は保存されるとか、まあ、こういったことがまとめて書いてあります。はい、これはまあ以上細かくなるだけなので一つ一つはやりません。